の今日ですね、はい、実はあの、まあ、盆踊りのロケの予定だったんですけれども、ちょっと見ての通りの台風で、はい、そうなんですよね、あの中止となりました。いやちょっと難しいですね、やっぱり盆踊りをやるって方向で進めてたみたいで、それが全部なくなっちゃう。まあ春日さんも結構大規模なことやる予定だったんでしょ。そうなんですよ、手筒花火ですよね、年末以来のでしょ。準レギュラーの角前さんとあぜちさんに、準レギュラーだったの知らなかった。準レギュラーではないでしょ。準レギュラーじゃないよ。そのお二人が今日のその手筒花火をやってくれる予定だったんですよ。それもまずよくわからない。え、私と一緒に。一緒に。なんでニートと一緒にやんなきゃいけないんだよ手筒花火を。それよくわかんないけどね。よくわからんよ。盆踊りが中止になったことをまだ伝えてないんですよ。なるほど。そうなの、はい、じゃあ二人まだやる気でいるってこと。で今、なのであの角前さんのご自宅に二人で待ってます今。仲いいですねあの二人は。あ、じゃあもう出発しようか今か、今かと。なのでその旨をちょっと伝えるというか、まあ、謝りに行きません。いや謝る気持ちはないよないよ、我々のせいじゃないし、その中止になったらもうしょうがないことだからね。そうなんですよね、台風、まあ、行くしかないよね、やることがないんだからいやそうですよ、ね、体だけ名古屋に持ってきて、ここはあれか、お前んちか。いやめっちゃ汚いですよ。いや汚いどころの話じゃないな、お前これ。びっくりした、マジで。いやどうなってんのよ、お前。いやちょっとマジで汚いんじゃない、俺これちょっと。いやこれちょっとじゃないよ。ちょっと書く前ちょっとうわすごい、伝えることがあって来たの。うわこっちの方がすごいな。ね、部屋広いな、おいお前。いやいや、これ片したら広いけど結構いい部屋住んでんな。取ってほしくないんですか、本当に。いや、これはちょっとあれだな、あのお父さんとお母さんに見てもらわないと現状ね。うん、これなんか事件起こすやつの部屋だな。そうな。ちょっと待ってよ。どうしたの。未成熟プチ女子高生。やめましょう、やめましょう。やめましょう。反対もなんだ、すげえベタベタだし、 DVD DVD ベタベタ。何こぼしたんだよこれ。よくあぜちここに、毎日もこんな感じなの。いや僕たちは結構潔癖症でもあるんで、結構厳しい。いや潔癖症じゃねえか。ここに来れる、潔癖症でここ来れるのすごいな。無理だ。あ、踊りさん、伝えなくちゃいけないことがあるので、お二人に。忘れてたよ、すっかり。ああそうだ、うん、今日ちょっと盆踊りやる予定だったんだけども、はい、中止です。じゃあなんとなく気づいたらいたいでしょ。うん、でちょっと一刻も早く出たいからちょっと今から何か、何かしら見つけて撮らなきゃいけないから。だってまだここだけで尺全然まだ行ってますよ。いや2分ですよね。行ってないよ。いやミルキーが起きなかったもん、いろいろこう引っ張り出そうと思ったけど。もう行こう行こう、もう行こう行こう行こう、うん、とにかくロケ行くから。無理よ、これ以上は。これは事件起こすやつの嫌だ。なんかちょっと気分がちょっと暗くなっちゃって、ね、なんかね、ロケやろうっていう気持ちがもう一発目でなくなってさ。いかに自分の部屋が汚いかって、恥ずかしく。いやもう恥ずかしいです。なんか角前なんかないか、ロケのいいやん、ここ面白いっすよみたいな、名古屋の。お前普段出かけたりいつも行きつけの場所とか、なんかそういうのないのか。うまい飯屋さんとかさ。行きつけのイタリアンはありますけど。まあ行ってんじゃねえよイタリアンに。イタ飯食ってんじゃねえぞおいお前行きつけのイタリアンあんの。あります。なんだよ、何頼むの。そこで何が美味しい。パスタっすね。何パスタが好きなの。ゴルゴンゾーラとかおしゃれなの。おしゃれ。随分雰囲気のある、なん
ねえ、しゃれてんね。いいですね。あ、もう打ってんじゃん、これ。打ってる途中だね。すぐ見られるんですね、目の前で。あ、突然申し訳ないです。お聞きしております。あ、ありがとうございます。あの、今からですね、そば打ったりすることできますか？あの、お聞きしてますよ。あの、あ、大歓迎です。あ、ありがとうございます。じゃあね、これを鉢に入れてください。はい、母さん、そっちでやってください。よかったらそちらの方一人やっていただいてもいいですか？いや、やんなくて。断れ断れ。これは何ですか？そば粉と中力粉って言って小麦粉ですか？はい、でよくかき混ぜてください。小麦が偏りますからね。はい、混ざる。はい、だいたい混ざりましたね。で、お水取ってください。ここから難しいね。ここからね、だいたい、はい、今その入れてあるお水が、はいはい、その250cc 入ってるんですけど、はい、それ全部入れると多いですから、はい、まず 200cc ぐらいやってください。200、じゃあ50残す。いやいや、あ、200cc、ごめんなさい。50入れる。100、150、120、これの半分ぐらいやってください、まず。いろいろ変わりました。250の半分、125。125半分ぐらい。半分ぐらい。半分ぐらいやってください。難しいですね、ちょっと。どうやって回しながら。だいたいでいいですよ。ざっとで。よーし。そうそうそう。これでちょっと。村先生。どうですか、先生。先生。全然見てくれないじゃないですか。先生、これでいいの？いいですけど、はい、今ね、はい、今こうやってやってるんですよ。はい、ここから時々角度変えてやるんですよ。こうやって横からついたり、縦にしたり。いや、知らなかった。これ初めて習った。いつもの団子になっちゃう時と違うわ。ね、すげえ感動した。これすげえ感動した、これ。でもこれで俺うまく打てるかもしれないわ。テンション上がってるじゃん。団子になるのよ。砂利みたいになっちゃうのよ。この時に、時々、動くかどうかちょっと確かめてください。下に打ち込まないと張り付いちゃいますので。ああ、なるほど。で、この時打ち込むが少し引いておりま先生。はい。動かないんですけど。だから言われただろ、おい。動かしながらやれって言われただろ、打ち込む。ああ、ほら、そば包丁だったんだ。しょうがねえなおい、あ、ぜひちょっとマジで、はい、なんで打ち込むをちゃんと巻かなかったの？聞いてたか？張り付いちゃうから、それ確認しながら打ち込まって、聞いてた？いや、そう、ちょっと入ってからです。私がお詫びします。いや、先生に謝られちゃうと困るんですよ、僕も。じゃあ、ちょっと打ち込み軽くしてください。高さはちょっとかかってない。かかってないよ、自分に。苦笑い、先生。冷蔵で2、3日、はい、1日。おぉ、うまい。うめぇ。